調子に乗って、ってしまいました。これ、いいな、これ。ニシコ、ダッシュ、チャンネル。どうも、西村慎也です。今回はなんとですね、めちゃめちゃ嬉しいニュースがございまして、もうちょっと日が経ってしまったんですけども、目標としておりましたチャンネル登録者数が1000人到達しました。本当に登録していただいた皆様ありがとうございます。いやー本当に3ヶ月半ぐらいですかね、4月からまあ本格的に更新し始めてから約3ヶ月半ほどで1000人到達ということで、やっぱりコロナによって緊急事態宣言が4月に出て、そっからね活動が制限されている方がたくさんいて、その流れで YouTube チャンネル開設した方も人多いと思うんですよね。で、僕もまあ4月から動画をこのチャンネルに上げるようになったんですけども、ただ思えばなんですけど、僕このチャンネル8年ぐらい前からやってるんですよね。この8年前にやってた頃は月1でちょっと旅番組っつうんですかね、いろんな場所に行っては僕がカメラを回して、それをまあ月1で編集したものをアップしてて、その頃はチャンネル登録者数がどうとか総再生数時間がどうとかそんなのなかったんですよ。ましてやこれを収益化しようみたいなのも全然その頃はなくて、まあ今はもうバチクソあるんですけどもやっぱり活動をこう続けていくために、こう YouTube でももし収益化できたら、その収益もちろんここで使って最終的にシュノーケルになんかたどり着いてくれる人がたくさんいればいいなという思いがあって、まあ音楽以外にもね、あのいろんな料理やったり大喜利やったりいろんなことをしてるんですけども、そこら辺でねいろんな方に引っかかっていただいてシュノーケル聞いてもらえたらいいなという思いで今も続けていきたいなというふうに思っております。なんかその始めた当初の動画っていうのが割ともうね今削除されまくってて、ここへ来て僕が本格的に始めたことによってチェックが入ったのか、その8年前にやってた頃なんて著作権動向とかそれこそよくわからずにやってたんですよ。なんかその当時はそれでも OK だったような感じなんですけども、ダメですっていう感じで、今になって8年前のやつのねなんかメールが届くようになって、それでまあ残ってるのって割と少ないんですけど、まあ一応チェンジザワード TV っていうのをシリーズで月1で全12回1年間やってましたね。それもまだ見れるやついくつかあるんで、もしよかったらあの消される前にめちゃめちゃ BGM とかで人の曲そのまま流しちゃってるんで、すいませんでした。これに関してあのその当時よくわからないままホームビデオみたいなね思い出 VTR 編集してそのまま上げちゃいましたぐらいの勢いだったんで、8年前の動画っていうのは多分そのうち消えちゃうやつなんで、よかったらぜひぜひ今のうちに楽しんでいただければと思うんですけども、これやっぱ振り返っていくと懐かしいなぁ。でもなんか結構限定公開にしてメンバーとかに動画を確認してもらうときにアップしてるみたいなのも結構残ってて、こういうのがずっと残ってくれるのいいっすよね。ちょっと振り返った時に、あ、こんな時期あったなみたいなのもね、結構見れて面白い。で、あの、ゲーム動画を突然ガシガシ上げ出す気がありましたね。これは5ヶ月前ってことは、まあ緊急事態宣言とか出る前だから、2月ぐらい、別にゲーム実況でもなく、ただただやってるゲームの画面を画面収録したのをひたすらアップしているっていう時期が訪れて、この時も不思議なんですけど、4月からね、要はちゃんと動画編集してやってるんですけど、なんかね、この頃のいくつかは、今やってる動画よりも再生数あったりして、衝撃だったのは、いろいろなデータが見れるんですよね、YouTube スタジオっていうのがあって、そこで何で検索して僕のチャンネルに来てくれてる人が多いんだろうで検索したら、なんとね LINE シェフが一番多かったっていう1位2位が LINE シェフで、フォートナイト、これも大好きなゲームで、結構長い時は1時間半ぐらい生配信してたりアーカイブに残してたりするんですけども、その動画がですね総再生数時間を最も稼いでる動画としてYouTube スタジオに、まあ、上位に食い込んでまして、ってことはやっぱりあれですね、長い動画アップするとやっぱり総再生数時間が稼げるっていうことは発覚しましたね、これでね。あー、ゲーム動画バーって上げてる途中でギター講座初心超初心者向けギター講座っていうのを始めまして、でそれがまあ割と自分がちゃんとこう登場してやってるっていうので言うと初
要は8年前のやつもちゃんとこうカメラマンの人がいてで撮ってもらったのを編集してたんですけど、なんかいわゆるこう自宅で YouTube を一人で自撮りして編集してっていうのは初めてやったのがこの初心者向けギター講座。なんか多分今見たら緊張してんだろうなっていう感じがするまだこう自分で自分を撮るっていう作業に不慣れな時期ですね。あとはドラクエ10がブラウザでできるようになったということで、ちゃんと声付きでゲーム実況ってやつ、そうか、ゲーム実況実は初めてはドラクエ10だったのか。あー意外。あ、来た、ご報告っていう。この動画が3ヶ月前だから、まあほんと4月だよね。4月に入ってよし、からちゃんと YouTube 頑張るぞってなった時のがご報告ですねっていう動画から始まって、レトルトカレー食べてる動画とか、最初結構料理多いな最初レトルトカレーとかやってる、次こうラルキーね、福岡のパスタ屋さんのペペ玉を自宅で再現してみたみたいな。あー、星野源さんうちで踊ろう勝手にコラボするみたいなのもありつつ、料理多いな。どの辺、ああ、でもこの、ひとやすみさん、あの、お芝居の3人のユニットのひとやすみさんに、ズームでインタビューするみたいなのがあって、割とこれ、ちゃんとした企画っていう意味で、これ初だったりするのかな。で、その次がマスク。伝説のくちばし会。僕のやってるショールーム、いつも来てくださるみんながもうこの会が大好きでね。まあ、見ていただければわかるんですけども、あの、くちばし会と呼ばれております。伝説のくちばし会。いやー、あったね。これで防音室作ったりとかね、いう回もあって、結構ねこの防音室作る回がもうちょっとで1000回いきそうな勢いで、多分4月から始めた中では一番再生されてるかな。やっぱ DIY とか結構需要があるんじゃないかなっていう気しますね。そういう意味ではこの動画はすごくいろんな方に見てもらえたんだなという感じがします。で、歌ってみた、初めての歌ってみたが鬼滅の刃、リサさんのやつ歌ってました。あ、 UFO について語るやつもあったね。あー、あったね、女子に告白されたい動画おもろい。結構いろいろやってますね。ノートを振り返るのもこれ続きね、これからまたやっていこうと思いますけども、いや結構衝撃的な内容となっておりますね。まだ見てないかな。あとこの辺から秘密の特技シリーズ始まってるな。あー懐かしい、もはや。あ、これも結構好評でした。波風サテライト、我々シュノーケルっていうバンドの代表曲ですよね、のギターの弾き方を自らまあ本人が言ってんだからこれ間違いないだろうっていう動画、これは700回ぐらい再生されているという感じですね。割とやっぱ平均ね、100回ぐらいとか200回行ったらおうって思うぐらいの、まだまだね底辺 YouTuber ですから私まだ言うて1000人ですから、いや頑張らないとなぁと思っております。僕知らなかったんですけど、あの1000人超えてそっからチャンネル登録者数ちょいちょい増えてはいたんですけど、なんかあの表示が1000人のままでなんでだろうなぁと思ったら、1000人超えると10人単位でしか表示されないっぽいですね。だから1010人超えた時点で1010人ってなって、今も多分正確には1015人ぐらいいるんですけど、まだ1010人のまま、多分1020人に行かないと1020人って表示されないようになってるっぽい。これもね1000人行かないとわからない発見がありました。さあ、こっから本題なんですけども、今回ですねチャンネル登録者数1000人突破したということでですね、私調子に乗ってニシコダッシュグッズを作ってしまいました。まあまだ1000人ではあるんですけども、一応目標としておりましたので到達記念ということで、さあニシコダッシュグッズ、まずこんなの作ってみました。じゃじゃーん、ニシコダッシュ T シャツ、イエーイ。これどうでしょうか。いつもお世話になってるガンちゃんにちょっとデザインしてもらってロゴを作っていただきました。これいいな、これ。ちょっと今後の動画はこれを着てやることが多いかと思います。そして実はまだありまして、やっぱりニシコダッシュチャンネルの企画の中でノートを振り返るっていう企画があったんですけども、それにちょっと紐付けまして、こちらニシコダッシュノート、これもロゴをね使わせていただいてノート作ってみました。斜めに開くタイプの、これもなんか何かしら使っていけたらなと思ってます。ニシコダッシュ、そしてもう一つ作りました。なんとこちら、じゃじゃーん、
西子ダッシュグラス、西子ダッシュチャンネルに出てくるあの僕のキャラクターなんですけども、まあ、元々作ってたやつをちょっとガンちゃんに書き直してもらって使えるようにさせていただきまして、これいいですよね。あのショールームでよく僕がまあ晩酌をしながら配信してまして、それをねみんなそれぞれの家で晩酌しながら見てくれてるんで、グラスあったらいいなっていう話があったんで、ちょっとこんな作らせてもらいました。じゃじゃん。さあこれらのグッズなんですけども、一応買えます。スズリというサイトがありまして、割と簡単にサクサクっとグッズが作れるサイトがあるんですよ。そちらで実は販売しております。もしよろしければですね、私のこのチャンネルのグッズ欲しいという方がいらっしゃいましたら、概要欄の方にアドレス貼っておこうと思いますので、そちらからよかったらあのご購入できますので。しかもね、色が選べるんですよ。好きな色を T シャツとか選べるんで、自分が欲しい色選んで買っていただけたら嬉しいなと思っております。というわけで今回の動画はですね、チャンネル登録者数1000人突破記念、調子に乗ってグッズ作ってみたという動画でございました。よろしければ高評価&チャンネル登録よろしくお願いいたします。これからもね、次は1万人目指して頑張っていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上、西村慎也でした。